区会あるいは区海は、ミャンマー、東中央部のシャン州にある町で、区海軍区の中心地である。ラシオの北約2 4キロメートルの国道3号沿いに位置する。20世紀初頭、区会周辺の地域は、イギリスの植物学者によって探検が行われた。1912年、スティーブンソンは、フェレータ・マモーレストというフェレティマ族のミミズを発見した、ことを文書に残した。 シャンシューは19世紀半ばからビルマの主要なキリスト教地域となった。区会はカチンバプテスト教会の重要な中心地であり、1930年代のバプテスト牧師ジョージ・ジェガイスや1936年から1942年にかけて訪れたグスタフ・エイソードといった有名どころの宣教師たちが訪れた。ガイスは彼が設立したカチン聖職連行で働いていた。 最中の九百三十六年十月二十八日に空海で亡くなった。空海を爆撃した航空機と同じタイプの航空機 b 二十五第二次世界大戦中、空海は旧日本軍に占領された。九百四十四年九月十日、中国の第十四空軍は空海を単元波勢ン、霊タンハ波ング社といった都市とともに爆撃すべく四十五機の B-25 を派遣した。しかし、中国軍が1945年2月19日に空海に到達した際、町は戦闘が行われることもなく放棄された。1954年7月には、ムクワン出身の高官のビジネスマンであるフーキャチンが身分証明書を所持していなかったことを理由として、移民管理局に逮捕されたが、このことが、 当該地域においていくつかの論争を巻き起こした。この事件は、高官の中国系住民たちが、アイデンティティ絡みの誤解のせいで受けた嫌がらせの典型例であった。1980年代には家ン独立軍の反乱軍第4旅団の兵卒2名と、軍曹1名が区海の駐屯地において降伏した。区界の位置を示す地図、区界は、ミャンマーの東中央部に位置し、 テイン2より道路沿いに北に、数キロ、ラシオからは北に、約24キロメートルのところにある。標高は4800フィートである。区海の東には、ナムティン川とサルイン川が流れる。区海はまた、マンダレーラシオミューズ道路、別名アジアハイウェイ14号線上にある。マンダレーからは222マイル、ラシオからは58マイル、ムーセイへは68マイルの距離である。 区会都民道路は17マイル、区会カウンター道路は8マイル、区会ビン道路は8マイル、区会カーライング道路も8マイルの長さである。ミャンマーの多くの地域と同様に、経済は農業に依存したものである。区会軍区の村民たちは介して農耕技術や缶詰、瓶詰の技術に関しては十分な教育を受けている。注目に値するのは町内にある、区会市場で。 ここには商品を売るために何マイルも離れた場所からも人々が訪れる。町の南部には空海高校があり、また町には空海総合病院も存在する。1990年代に空海軍区は生編の一大生産地域として摘発された。1996年9月から米国国務省は蕎麦、小麦、ジャガイモ等の野菜の栽培を奨励することにより、 違法薬物取引を取り締まるために53万ドルの資金を提供し、国海軍区の25の村に農業共同組合を設立した。1999年の夏にはこの地域の村民たちの家宅から大量のアヘンが押収される事件が起きた。2003年7月31日から8月1日までに、国海軍区ナムサウンチェ村と 南品村の間にある清錬所1カ所が強制捜査を受け、62.452キロのヘロイン、36.4キロの生アヘン、661.5リットルのライソール、135キロのエーテル、2844リットルのクロロホルム、202.5リットルの塩酸、972リットルの無水酸酸、2975キロの塩化アンモニウム、 500キロの炭酸ナトリウム、500グラムの塩化カリウム、3.6キロのナトリウム、手治の武器、麻薬の生成に使用される13の器具が発見された。ありがとうございます。